そうですね、本当に初で、あの今までのセッティングとは違うのをちょっと今日は試してて、まあ、あの僕はあのまだまだチームと合流してあまり日にちもないんで、まあ、こう変えたらどうなるとかそういうまあ感じのテストだったんですけど、まあどうしてこうなったらこうなるっていうのが分かったんで、まあ、その点に関してはいいテストかなっていう、その割にはまあテストタイムもまあそこそこ出たかなっていうのと、まあ、ちょっと寒かったんで転倒者もちょっと多かったですし、赤旗も結構あったんで、あんま無理はできなかったって感じですかね。じゃあ十分マージン取って、そうですね、マシンの感触を確かめて、はい、本当に今はとりあえずマシンを知ることが先決なんで、結構マージンは取りつつもそこそこ行けるとこは行くみたいな感じで、はい、行ってましたね。チームもあのすごい、いい感じなんで、タイムはもっと縮まるとは思いますね。はい、来週のモテギテスト、はい、まあ、開幕戦に向けてとりあえずはいい感じですか。そうですね、まあ、モテギも来週もうすぐテストなんですけど、まあ、それに向けても、まあ、いい感じでいけるかなっていう感じは、手応えはあるかなって思ってますね。吉村のマシンは乗りやすいですか。速いですねまあ、あのすごい乗りやすいですし、あとは自分に合わせるっていうことだけかなっていう、それがちゃんと合えばタイムは結構縮まるっていう感じは出てきてますね。これ朝結構中須賀選手に疲れてたんだ。そうですね、あの疲れなんかあの2周ぐらいついてたみたいなんですけど、でパッて前に出て、あ、中須賀さんだ、ついていこうと思ったらちょっと割と速攻でやめられてお、なかなかやっぱりそうそうそんなに走りは見せてくれないなっていうか、まあ、当たり前なんだと思うんですけど、まあ、ちょっと好きなかったなとは思いましたけど、まあその辺はレースでね、そうですね、ついてちゃんと勉強できるようにしたいです。